インターネットテレビウィルズオブカン編集長の山根です。本日は前回に引き続き、山口紀之さんをお招きしております。よろしくお願いします。お願いします。これまで2回にわた。って 長尾隆さんの大阪14区であったり石原伸晃さんそして長嶋、えー、昭久さん菅直人さんの話であったりをしてきたんですがこの東京15区で何やらこう不穏と言いますかこれは何なんですか自民党内の話なのかもしれませんがこの自民党が2人の候補に推薦を出している状態だと。はい、で今村博文さんと柿澤水斗さん、はいで。これに 萩生田経産大臣が激怒しているという話もあるんですが、岸田政権の骨格を知る上で非常に重要な、うん、あ問題と、ええ、岸田人事って何だったのかっていうのがすごく凝縮されてるんでね。えええー、まずそもそもお本来自民党都連としては、うん、中央区の公認候補は今村さんもう決まってたんです。ええはい、でこれをその主導したのは萩生田さんだから。うん、で、えー、今村陣営は もう公認候補というポスターを十万枚以上すって準備してたんですね。うんええ、公認ってだって言われてるから、取れんから。うん、それで、何の、なんていうか、問題もなかったんです。うん、ところが、岸田さんが総裁選に勝って。遠藤俊明さんが選対委員長になったら。突然、ずっと、まあ、野党でね、うん、やってた。あ、柿沢水戸さんという方が。うん、あ、にも。 推薦を出すから公認、うん、を出して推薦出すっていうのはこれもついつまが合わないので、ええ、両方推薦しますってゃって、うん、これはと認を今村でって言ってあそこの一本化も大変だったんですよ他にもまあ有志資格者がいたから、ええ、でそれを全部無視して今村公認を推薦に下げていきなり柿沢さんを持ってきたもんだから、うん、これを持ってきたのは遠藤選対一応がやったんですね。うん、これについては 東京都連もそれから萩生田さんもそれから青和会も激怒してるんです、ね、んこれなんでこれ遠藤さんはねじ込んんんだですかねね遠藤さはこんなことをして、えー、何か彼個人にメリットがありますかって言ったらこれだけの圧力を生むってことはもう火を見るより明らかですね、うん、公認取り下げるって、うん、政治家にとってはいきなりこう野球選手の戦力外通告に近いんですよ。えーはい 自民党の公認があって戦うのと推薦で戦うのは雲泥の差ですから公認だったら自民党員の票は乗るそれから支持している企業の票は乗る、うん、組織の票は全部乗るわけですこれ両方推薦されちゃったら、うん、こっち逃げてっちゃうから、うん、もう落選の危機なんですねで、えー、そのいわゆるう清和会のホープである萩生田さんがまとめた公認候補を下ろしたら 田さんはね、官房長官になるかと言われてた人に、うん、結局官房長官にならずに経産大臣になったところでミソがついてるんですね今回の人事をは,はっきり言うとそれにも遠藤さんが関与してると言われてるから、うん、なんで柿沢未踏を入れたのか遠藤さんが側のメリットがほとんどの人は見えないんです今でも、えー、ところがね柿沢さんには1個だけ自民党の縁があって、うん、これは谷垣さんの まあ、ザブ高校の後輩で、うんまあ、かなり長い間柿澤さんと谷垣さんは今つかさつかさで連絡を取り合ってきてたんですね、うん、今回の岸田人事の大きな骨格の一つは大公地会なんですね。ですよ、ええ、で谷垣さんが可愛がってる柿澤さんを推薦を出すことによって。 喜ぶのは谷垣さんんだだけなんですね簡単に言うとだからこれは「情実人事」って言われちゃうけどそれでもあえてそれを強行したのは岸田派と麻生派と谷垣グループが元の宏池会の鞘に戻るためにはそのいわゆるそういう根本的に遠藤さんの頭の構造の中には自民党内最大派閥でとして宏池会を復活させるという強い意志があるとしか思えないんですよ。うん だから岸田さんとしてもあのね、えー、このクラスの後任推薦まではね、えー、総裁は関与してないんじゃないかって、うん、で岸田さん得な人でね、えー、ここまでは岸田さんは言ってないんじゃないってみんな本当は言ってるかもしれないんだけど、えーえー、岸田さんはそこまでやってないとすると遠藤選対委員長の独断か甘利、うんまあ、さんも関与してるかどっちかだよね甘利、うん、さんは総派の大番頭ですからこれどっちみち大公地会構想なんですよ。うん でこれについてはやっぱね限度を超えたそれ以外にも類似のその,ご人事みたいのは今回いくつかあるんですよ、えー、だから、えー、これはね選挙後のにもう絶対許さないって言ってる人がもう少なからずいるから、うん、これは清和会・高知会大戦争、うん、それからこれでね落選しちゃう人が出てくるかもしれない。 今村さんもしこれ落ちたらどうするんですか、えー、それから他にもね、えー、今回の遠藤選対委員長采配でこれまで普通に頑張ってきた3回生とかが落選しちゃうんですよ。うん、だから、えー、その理不尽については、うん、これはね、うん はっきり言ってずっと大きく圧力ですよね当役員人事、まあ、閣僚人事の頃から、まあ、甘利さんに対する何ん,んですかね、まあ、安倍さんといいますか、まあ、そっちの清和会方面からのこう不満のようなものって何となくは感じてましたがそれでさらに今回の遠藤さん <laughs> 甘利さんはね、えー、多分ですけど安倍さんと仲いいから、えー、安倍さんに噛みつこうという気持ちはそもそもないんだけど。うんはい 交換言われてんのは甘利さんは自分が幹事長ですよって言われてやったって言ってで岸田さんに自分だったらこうしたいっていう人事案を出したらしいんですよそしたら岸田さん丸呑みしちゃったそうするとそれは甘利さんのやりたい放題の人事だから山際大志郎経済再生大臣とか小林隆文経済安全保障担当大臣とかもうまんま通っちゃうと甘利さんがご利用したってなるんだけど。 天森さんとしては一応希望を言ってみて半分ぐらい通ればいいかなと思ったら全部飲んじゃったっていうのがどうも正解らしいんですね、うん、で、うん、その段階ではその程度のあ、うん、岸田さんはなんかやっぱり人の話を聞くんだっつって収まってたんだけど、うん、今回の選挙の挑戦については小選挙区と比例の順位の付け方についてはこれ遠藤さんが暴走したで、これはねそのいくつも問題があってね例えば河村武夫さんが え林芳正さんと山口三区で激突するってことになったんですね。で、えー、当然山口三区でずっと当選してきたのは河村武雄さんだからこれは自民党公認候補だったんですよ当然現職。えー、ところが、えー、山口県のお金持ちである、ね、林さんが自民党出ても無所属で三区でガチンコ勝負をしますって言ったんですね。で世論調査をしたら 林さんはもうそもそもそこのバス会社とかガス会社とか全部持ってるからもう出たら林さんが勝つってもう分かってたんだけどダブルスコア以上つけられちゃったんで結局川村武雄さんは引退を余儀なくされたんです要するに敵前逃亡したわけです川村武雄さん。ところが遠藤さんはその息子さんを山口県の,あの中国ブロックの山口県代表として中国ブロックの上位に入れようとしたんですね。 ここれで起こったのが清和会なんですよ、うん、なぜかと,と山口県は杉田水脈さんが清和会の山口県の代表として入ってたから、うん、その上になんでね敵前逃亡して何の永田町的実績もない川村武雄の息子である川村健一がそこに来るんだって言ってこれはね安倍さんも弟さんの岸信夫さんもこれ寿司が通らないって言って多分遠藤さんにも甘利さんにも多分岸田さんにも。 直接苦情を言ったはずですよね、うん、そうするとじゃあ遠藤さんは何をしたかっていうと川村健一という息子を北関東ブロックに持ってきたんですよ。うん、で比例の比較的上位に持ってきて、うん、多分統制するんですね。ですよ、うん、でこれが清和会の、まあ、若手で、うん、上野康生さんという小泉内閣で官房副長官をやっていたあの清和会の その娘うすねそうるとよくわかんねえ川村健一って要するに政治的実績はゼロなんです。で上野さんは東大出てハーバード行って計算官僚になって、えー、保守的な政治家で清和会の人なんですね。この人を落選させるわけです遠藤さんは。これ政ところがね川村健一を上位に入れるメリットって 普通考えたら岸田さんにもあまさんにも何にもないんですよ<ー>でよく考えると河村武夫ってお父さんは麻生内閣の官房長官なんですよね、うん、でも今回林さんのガチっ子勝負で河村さんも引退したで息子さんも出られないとなったら河村家は長田町から国政から姿を消すってことになる、うん、それについて遠藤さんは 今度の大公池会を束ねるボスである麻生さんにこの気持ちを忖度して、うん、河村健一を国会のバッジをつけてやるというサービスをしたんだと見られてるんですよ。まずこれは全く実績のない河村健一が上野博をはじき出したという意味において全く筋が通らない上野博さんで僕もあの話したことあるけど非常にまっとうなそこまで。 いろんな努力をして、えー、国会議員としては3期だからそれをと比べたときにこの上位に行くっていうのはまず筋が通らない上に、うん、政和会ははこれはもう配はもう絶対に許さないと、うん、あの萩生田さんは「見てろよと」と、うん、非常にこう怖い、うんえー、捨て台詞を残してますよね。うんうん だからね正直言うと、ねえー、選挙後は清和会と宏池会のいわゆる圧力の次元を超えた、うん、ある種全面戦争に近い形になると思いますよ、僕は。えー、基本はね忖度なんですよ、はい、岸田さんはやっぱり安倍さん、麻生さんのおかげで総裁選勝てたんだけど、うん、そうするとずっと安倍さん、麻生さんの言うなりじゃないですか安倍・麻生を分断して、うん、麻生さんはもう大宏池会の領収になってもらおうと。うん そうすると、政和会を超えて高知会が百十五人ぐらいの最大派閥になる。うん、その高知会をベースに長期政権をやらしてやろうっていうのが、うんうん、遠藤さん、阿松さん、のまあ考えなわけですね。うん、面白くないのは政和会ですよね。うん、これは細田さんも安倍さんも、うん、で、まあそれはそれでまあ権力のあれだからしょうがないなあと思ってるところに、こういう理不尽な上野弘志とね。 河村健一を比較することすら失礼なことをやっちゃうと。うんうん、な哲学はないし。ええ、お,お前本気で、お前喧嘩売ってるのか、この野郎ってなってるわけですよ。うん、こういうのはね、収まりがつかないので、だって上野さんバッチリ外れちゃうんだから。うんえー、まあ、少しだけね、比例が、まあ、みんなが選挙区全部勝って。比例票がいっぱい乗れば、勝つ可能性はゼロではないんだけど、うん、まあ、一旦落選の危機に。 行ったんです。もともと上野さんは、群馬一区で出るはずだったんですよ。それを、尾みやさに譲ったんですね。うん、ところが遠藤さんは、尾みやさを左に出してるんですよ。だから、もう、その段階で、清和会が怒ってんのに。だから。遠藤さんという人が。えー、まあ、清和会とのガチンコ対決。もう。それで、構わないと思ってるんでしょうね。うん、ということで、まあ、なかなか。その、一般の方には、特に。 分か,り分かりにくいところなんでねただねれ岸田政権は大工地会をベースに運営していくこうと思ってるということ、えー、これについては清和会とか他の派閥も、うん、今の運営はおかしいという声は、うん、他派閥からも出てますから、うんえー、これはその総選挙の後の岸田政権のある種の火種、うん、火種っていうかなもうある種もうお必ず爆発する時限爆弾みたいなのを抱えたってことですよね。えー なるほど。ということで、まあ、3回にわたって、まあ、注目の選挙区を、ねまあ、おさらいといいますかあ見てきたんですが政治の世界っていうのはこの政策とか、まあ、国家観とかねも,もちろん大事ですけどねそれ以上になんていうかこの人間関係というかね、まあ、そういう論理で動いてるのかなというのがですからこういう動画を見てくださる方は、えー、その遠藤さんがとにかくグループ出身で、うん、その大宏池会に向かって、まあ、かなりな無理筋なことも強行突破したんだってことは。うん まあ今回知っておいてもらうだけで、えー、今後いろんなその政治政局のニュースのちっちゃいベタ記事を読む時にもああ、これも代行誓いじゃんっていうのがもう続々と出てきますから、えー、まあ今後のニュースのまあ羅針盤としては使っていただけるのかなと思ってちょっと長々と細かい話をしたんですけどね、はい、また何か大きな動きがありましたらまたお呼びするのではいよろしくお願いします編集長、ありがとうございます、はい、<laughs> ありがとうございました <laughs>